皆さんこんにちは、トーマです。今回はこちら、ドラゴンボールレジェンズのガチャを引いていきたいと思います。これはこの声後付けです。一回ちょっと撮ったんですけど、すごい音がちょっとでかすぎて全く自分の声通ってなかったんで後付けになります。だからもう、初期のようなやつはできないですかね。でも狙いは一応身勝手の極意の孫悟空です。爆破と狙っていきましょうか。そう、来ましたね。入りましたよ。さあ、いけ、カメハメハ。お、スーパーサイヤ人になりました。熱い。お、誰だよ。ブローリー、やばい、ブローリーだ。やばいんじゃん。めっちゃ熱くないかないです。お、ベジータの悟空が、ベジータ艦隊。お、なんでベジータなんでしょうね。いや、仮面室なんですけど、なんでベジータなんですかね。おい、ベシブル、これ熱いんですかね。ちょっと何が熱いか、ちょっと。レジェンズは何が熱いか全くわかんないです。ドッカンバトルはちょっとわかったんですけど、レジェンズは何が熱いか全くわかんない。さあ、一体何が出るのか。はい、悟空少年期。はい、ザマス。ジャコ。ザコ。ご飯。ジーズ。来た。お、ターレス。僕ターレス大好きなんですよね。ドラゴンボールヒューズでも強いですよね。はい、19号。ジュニア。お、なんかすごい、おー、やかめご飯。すごいかっこいい。はい。すごい嬉しいです。さあ。もうこれは、ちょっと、そうですね。さあ、もう10連回していきましょう。あと2、今回は30連回すんでね。さあ、さっきのが一番熱い演出なのか、それともこれ以上があるのか。はい。お、均等運だ。同じ氷河で撮ってますね。おれー、いけ。さあ、よ、カメハメ。は。はい、フリーザさんはただもう、限界のようですね。はい。おネイル。セル。バート。知らん。マジンブ。パイクワン。気候戦隊ですね。クーラー。ドドリアさん。ヤマチャさん。さあ。何が来るのか。ベジットだ。かっこいいですね。はい。さあ。さあ、最後の10連です。ここで身勝手の極意欲しいですね。さあ。いけ。頼む。お前が身勝手になればすまん話なんだ。おらおらら、おら。カメハメ。はあ。お、ここでは。今回は、互角ですね。これは勝ったがいいんですかね。なんか、昔僕負けろってめっちゃ思ってたんですけど、絶対勝った方がいいんですよね。はい。やべえってやつね。はい。はい、グルト。おれーやばい、いけ。フリー。はい、また来ました。テシャン。ラディッツ。おぉ、来るぞ。なんだ。そうです。身勝手な極意の悟空が来ました。めちゃくちゃ嬉しいですね。はい。ということで、もう、今回後付けになっちゃったんですが、今度からちゃんとオプションで、ちゃんとその場の声を入れるよう気をつけたいと思います。ということで、今回の動画も、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。またね。